どうもこんにちは。今回はテスラが既にアナウンスしていた300万円以下で購入することのできるコンパクトカーサイズの電気自動車の販売を一時凍結して、現状ラインナップされているモデル3とモデル Y の販売にフォーカスすることが表明されてしまったという秘宝について、なぜテスラはこれまで大々的に発表していたより安価な大衆車セグメントの電気自動車の開発を中断するという決断を下してきたのか、それではそのリソースを代わりにどの分野に割いていこうと計画しているのかという、コンパクト EV を大きく超えるテスラの真の野望についてを、そのテスラの経営理念とともに徹底的に解説していきたいと思います。まず今回のテスラの新型電気自動車に関してですが、既に本チャンネルにおいては1年以上も前から取り上げつつ、現状の自動車業界に大きなゲームチェンジをもたらす可能性があると考えていた車種となっていて、というのも2020年の9月に発表されたその新型電気自動車というのは、現在発売されている同セグメントの内燃機関車の値段設定を超える25,000ドル、つまり日本円に換算しておおむね290万円程度から購入することができてしまうという圧倒的な価格競争力を有しているということで、したがって現在我々日本市場において発売されている多くの乗用車セグメントの車種、少なくとも特に現在日本メーカーが得意としているハイブリッド車と比較してみても、ただでさえランニングコストが安い電気自動車がイニシャルコストという観点でもより安く購入することができてしまう。よって今までとは異なるスケール感で電気自動車を多くのユーザーに訴求するポテンシャルに期待することができていたということなのです。そして実際にその300万円弱から購入することができると発表されていたテスラ製コンパクトカーの発売時期に関しては、その生産予定と目されていた中国国内から様々な情報が飛び出していたわけであり、特に多くのメディアの情報を総合すれば2022年中もしくは2023年の早い時期にも実際に発売がスタートするのではないかと推測することができており、実際問題として既にテスラの中国上海工場のすぐ近くにも、そのテスラと強固なパートナーシップを締結している中国 CATL のバッテリー生産工場が稼働しながら、その CATL との契約を2025年まで延長しても来ていたわけで、したがってこちらもアナウンス通り安価なバッテリーセルである LFP を大量に調達する準備が着々と進められているというように捉えることができていた。したがってテスラ製コンパクトカーを大量生産する上で最もボトルネックとなるであろう、その大量のバッテリーの調達体制も問題ないのではないかと推測できていたという背景すらあったのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、テスラが2021年投資での販売台数や利益率などの事業成果を発表するイベントを1月末に開催してきたということで、特にその中では今後テスラが展開していく新型車両の続報について大きなアップデートがなされていますので、今回は既に発売が待望されているピックアップセグメントのサイバートラックや大型配送トラックのセミ、そして今回フォーカスしている300万円以下で購入可能なコンパクトカーの最新動向についてを一挙に紹介していきたいと思います。まずはじめにサイバートラックに関してですが、そもそもサイバートラックについては2021年中にも納車第1号が誕生すると発表されていたわけですが、既に2022年に突入しているわけですから、この目標は達成することができなかった格好となり、さらに今回の発表の中においてこのサイバートラックを含めた今後テスラが発売する新型車両については、全て早くても2023年以降の発売スタートになると正式にアナウンスしてきてしまいましたので、2019年に発表されたサイバートラックについてはその発表から4年間程度は発売されることがなくなってしまった。そして元々の発売開始時期からも2年ほど遅れる公算であるということですね。次に乗用車セグメントではないながら商用車セグメントの電動化のゲームチェンジャー的な車種になると目されている大型配送トレーラーのセミに関してですが、こちらは先ほどのサイバートラックよりもだいぶ前である2017年中にも既にワールドプレミアが開催されていたわけで、しかもようやく最新型のバッテリーセルの種類である4680セルの量産体制が整ったということもあり、2021年中にもその第1弾を納車させるとしていたわけですが、残念ながら既に2022年に突入している状況においても未だに1台も納車がスタートしていないわけですし、全く同様に2023年以降の納車スタートと大幅に順延してしまいましたから、この商用車セグメントの電動化についてはテスラ以外の自動車メーカーがそのシェアを拡大するチャンスが回ってきたようにも見えます。
そして今回の動画においてフォーカスしているコンパクトカーに関してですが、なんと現時点においてはその開発を一旦中断しているという、ある種度肝を抜かれる発言が飛び出してしまったということであり、したがって本チャンネルに限らず、今までテスラに興味のなかった層でさえ注目せずにはいられなかったこの200万円台で購入することのできるテスラ製コンパクトカーをこの数年以内に購入するという可能性はまず消滅してしまった、ある種の大秘宝となってしまったということですね。しかしながらイーロン・マスクについてはこのコンパクトカーの開発中止についての理由も同時に説明してきているわけで、それがやはり2022年現時点においてもすでにラインナップしている車種の需要が供給体制を大きく超えてしまっている状況であり、したがって新たなモデルを市場に投入するというよりも未だにさばききることのできていない既存モデル、特により安価なミッドサイズ級のモデル3とモデル Y の生産体制を強化する方に経営リソースを割くべきであると説明、したがって新たに創業をスタートするドイツ・ベルリン、そしてアメリカ・テキサスの工場についてもまずは世界的に売れ筋のモデル Y の生産からスタートするわけですから、結果としてコンパクトカーを含めた全ての新規モデルの発売スタートが大幅に遅延することになってしまったということなのです。そしてイーロン・マスクに関しては今回の大衆車価格帯のコンパクトカーをはじめとするさまざまな新型車両よりも極めて重要なプロダクトが存在すると主張しているということで、それがテスラボットと言われるヒューマノイドロボットの存在であり、実際に2022年においてテスラが最も注力していくプロダクトになると明言しているのです。こちらのテスラボットに関してですが、昨年である2021年の8月に開催された特にテスラの AI 技術に関する最新テクノロジーを発表する AI デーにおいて発表されたヒューマノイドロボットであり、まさに近未来 SF 映画に出てくるような人の形をしたロボットであり、人間が行うには危険な作業などを代替することができ、したがって現在多くの国が直面している労働力不足の問題を解決することに期待されているのです。そしてこのテスラボットのプロトタイプを実際に今年である2022年中にも発表するとアナウンスしてきたわけであり、したがってこれらのイーロン・マスクの一連の発言内容を総合していただくとお分かりの通り、実はイーロン・マスクについては既に電気自動車というカテゴリーに対して本質的な興味を失いかけているのではないかと推測することができるのです。というのもこのイーロン・マスクの立ち上げたテスラという企業というのは電気自動車を通して世界ナンバーワンのシェアを獲得することなどを一切目標にしておらず、電気自動車という一プロダクトを通して持続可能な社会の推進を加速させることを経営理念としているわけであり、イーロン・マスク自身も別に既存の自動車メーカーだったりテスラと同じような電気自動車専門のスタートアップなどが立ち上がり、テスラを超えるような電気自動車が開発されて結果としてテスラという企業が駆逐されてしまってもそれはそれで構わない、なぜなら電気自動車の普及を加速させることができたからと主張しているくらいなわけなのです。つまり何が言いたいのかといえば、既に本チャンネルが一貫して取り上げている世界が自動車メーカー単位なのではなく国単位で電気自動車と一気に舵を切り始めている状況において、究極的に言えばイーロン・マスクの作り上げたテスラのミッションは達成してしまったように見えるわけであり、したがって特に今回フォーカスしていた300万円以下で買えるようなより大衆車セグメントの電気自動車についてはもはやテスラ以外の企業が発売することも可能な時代となってきている。よって別にテスラが大衆車セグメントの電気自動車をトッププライオリティとして開発する必然性がなくなってきてしまったのではないかということなのです。そしてその理念という観点以外にもなぜ電気自動車ではなくテスラボットの開発にフォーカスしていく姿勢を示してきているのかに関する理由をいくつか考えていきたいわけですが、やはり最も大きいポイントであるのが自動運転という観点なのではないかということであり、そもそも論としてなぜ大衆車セグメントの電気自動車を開発販売しなければならないのかという理由を本質的に考えてみると、それはひとえに持続可能な社会を実現するためにはあらゆる所得層のユーザーにも電気自動車を乗ってもらう必要があるわけであり、だからこそより安い電気自動車を開発販売する必要があるわけなのです。要するにあらゆるユーザーに対して電気自動車を利用することのできる環境を整えればいいということであり、裏を返せばそもそも安い電気自動車を購入してもらう必要はない。つまり何が言いたいのかといえば、完全自動運転を開発することができてしまえばまさにこれまでの概念だった
車を所有する必然性がなくなっていくわけで、特に自動運転機能を有したロボタクシーが街中を走り始めることができれば、間違いなく車を所有するよりもより安価に車を利用することができるようになる。したがってイーロン・マスク率いるテスラとしては、安価な電気商社を開発するというよりも完全自動運転の開発にリソースを割いてしまい、いち早く完全自動運転を実現させてしまった方が、より多くのユーザーに電気商社を利用してもらうことができる。しかも今までの所有という形よりもより安価に車を利用することもできてしまうという、まさにより持続可能な社会の実現という目標に近づくアプローチなのではないかということなのです。よってテスラとしては、現在日本でも発売されている479万円から購入することのできるモデル3という電気商社の最安値として、これ以上安価な電気商社の開発は一時中断して、そのモデル3だったりモデル Y を販売することによって得られた収益を本質的に持続可能な社会の実現を加速させるアプローチである完全自動運転だったり電気自動車というアプローチでは実現することのできないだろう人手不足という社会課題を解決する方法として、テスラボットの開発に注力するという考えにシフトしているのではないかということですね。このようにして本チャンネルのみならず、日本市場そして世界の多くのユーザーが待望していた300万円以下で購入することのできるテスラ製コンパクトカーの開発の一時中断というある種の大秘宝についてを解説してきたわけですが、こちらに関してはテスラの経営理念を正確に読み解いていくと、本質的には至極当然の決断であることがお分かりいただけると思いますし、一応イーロン・マスクについては開発終了というわけではなく、あくまでも一時中断ということですから、実際の発売までかなりの時間を要することになるものの、まだ皆さんが購入を諦める必要はないと思います。しかしながら、それ以上に重要なことというのは、テスラという企業というのはただ電気商社を販売することが目的なのではなく、あくまでも持続可能な社会の実現を一日でも早く実現するということが経営理念なわけであり、だからこそ既に競合他社が生産する見込みの安価な電気商社を開発するのではなく、テスラの強みである自動運転開発に経営リソースを集中投下することによって、いち早くどんなユーザーでも電気商社を利用することができる社会を実現しようとしてきているわけですし、さらに電動化や自動運転という枠組みすらも超えて、さらなる持続可能な社会の実現に向けて必須となる人手不足という社会課題を解決するべく、テスラボットの開発に注力しようともしている。まさにこの流れこそ持続可能な社会の実現を加速させようとするテスラを体現する動きであり、それとともにイーロン・マスク自身の今後の興味のある分野となっているのかもしれません。電気商社購入、いってらっしゃい。